どうしてこんなにも大規模な地震だけじゃなくて津波も原発事故も世界で初めての災害がなんで私のふるさとの福島県なんだろうって。目標になります。家が経済的に大変になって毎日取り立てが来て大変だったんですけど、その時に助けてくれたのが弁護士さんで、この周辺まだユーナが一度捜索はされてるけど2割ぐらいしか見つかってないんで、まだどっかにいるはずなんですよ。自分にとっては唯一こうお話しさせていただける森さんなんで、ちゃんとこうお願いしたことを動いてもらえるっていうのは本当にありがたい。例えば震災直後視察に入られてとか通過する人は多いんですよ。森先生の場合常に足を運んでくださって、その場所に泊まってその場所の人と話して、それでそれを持ち帰って他のところに話してくださるので、今もそうですけど必ず泊まるじゃないですか。震災の日この朝はここだっていうふうな感じで、それはすごくありがたいなって。こんにちは。こたつが2つになってるじゃないですか。先生は皆さんと同じところに泊まってこういう大変な生活をしていいんだなっていうようなことをね、生の声を届ける。弁護士の時に思ったんですけど、弁護士は目の前にいる一人の人を助ける。政治家になって法律を作るとですね、その目の前にいる一人の人から得たヒントでたくさんの人が助けることができるんですよ。寄り添うだけじゃダメだし、よしこれをやらなきゃって思ったことは国会に持ち帰ってダメなのか大丈夫なのかはっきりさせてあげたいと思いますし、政務官の方からご報告をいただきましたが、その津波の避難訓練は現場に住んでいる住民まで届いているでしょうか。侵入禁止区域に入ってまいりました。福島市内です。今日は放射線量が南相馬よりも高かったんです。森さんは行動が早いと、それをちゃんと動いてくれる、福島でも、ね、いろんな議員さんがいますけど、一番行動早いと思います。助けてって言われたらすぐ行く、すぐ話を聞く、たくさんの人にこう回っていくので、それは大変な作業ですけど、全ての時間をそれに費やしてやっていきたいなと思います。やっぱり私が小さい時に助けてもらってすぐ助けに来てくれてとっても嬉しかったので、私は生まれ育った福島、家族や仲間がいるこのふるさとが大好きです。福島の復興が前に進んできたとはいえまだまだ課題もあります。福島のいいところ日本中に世界中に広めていきたいんです。そのためには何でもします。それに加えて新しい福島の魅力を作っていきたいと思ってるんです。例えば災害を経験した私たちだからこそできることがあると思います。防災の知識、そして被害に学んだ教訓、これを世界中の人たちに伝えることでみんなが福島に学びに来る防災タウン、ディザスターシティ構想を持っています。そのために国際危機管理資格、イマージェンシーマネージャーの資格も日本人で初めて取得いたしました。これから皆さんと共に福島を新しく作り上げていきたいと思っています。福島を前へ、復興を前へ、あなたの人生を前へ進めてまいりたい。どうか福島県を私に任せてください。